じゃあハーフガードしたから脇下がやりますで同様に左右振ってで差し返します。差し返したらまたさっきと同様にグーッと脇抜けてって肩まで出ます。しっかりここを掴んでて、そしてまたさっきと同様に相手の手首を掴んで抜きますと。で抜いた後にすかさずこの手を外して三角に決めると。でしっかりフックしたらこのままぐるーんと回ってで肩固めてフィニッシュ決めます。